はい、どうもやってみるマンです。さてさて、2年目に入りましたけども、今までねミチルが出てきてたセーブ画面に本田くんが出てきました。まあ、親密度が一番高くなったってことなのかな。まあでも今日俺矢之助くんとデートなんだけどね。というわけでファッションをこれでいいか。あー下がっちゃうね、下がっちゃうのか。ウルトラも、あ、これダッサ、あのワンピースからあの袖はやばい。でもなー、シック上がってんだよな。シックとキュート高めだからな。まああんまり意味ないとは思うけど、星に行かない限りは。まあでも、そして順番が違う風になるのかな、これ。これがよくわかんないんだよな。こっちで合ってんのかな。まあ行っちゃうか。あ、ちょっと待って、氷室くん、もう電話番号教えてくれたの。あれ、じゃあこれって運動部の彼なんじゃないの。先生って電話番号教えてくんないのかな、もしかして。じゃあ、ヒカルに電話して。はーい。あれ、もしかして、氷室くんも聞けるかな。あ、いるね。あ、一番背ちっちゃいかな、この子が。あ、花屋じゃん。バイト、どうなんだろう。本田くん消えちゃうのかな、本屋辞めたら。ちょっと天の尺だって。別にでも流行のものをつけてたら批判されるとかそういうことではないのかな。一つ年下の彼はやっぱり年下扱いされるのはダメだから、彼の気持ちを汲んでちょっぴり頼って。なるほどね。全然わかんないけど、接し方が。三影先生は大人だからやっぱり甘えると嬉しいみたい。ただ周りの目を気にしやすいみたい。あれ、こんなん書いてあったっけ今まで。甘えた方がいいけど、あんまりゴシゴシ行くと、ダメなんだ。いや、お茶に誘ったりするのはやっぱりダメなのかな。テレビの星座占いに左右されまくり、光も同じなのにね。あ、秘密2になってる。更新されたね、情報が。大人の世界で育った彼だけど、大胆アピールは×。強アピールは使っちゃダメってことなのかな。そっと見つめたり、身を寄せて、心を通わせて。あ、確かに、ちょん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 つっついたら、全部喜んでくれたもんね。身長のある彼は、女の子が見つめてきたり、頼ってくれるのが嬉しいみたい。セットした髪はダメ。頭にタッチは禁止なんだね。あ、こんな情報いいね。嬉しい嬉しい。コミュニケーション好きな彼は、見つめたり、おしゃべりしたりするのがいいみたい。目と口がいいってことかな。まあでも頭と袖、鉄板だったけどね。甘えん坊とかじゃなくて、彼女を守るとか、そういう気持ちでくっついているのが好きみたい。どういうこと？くっつくって何？ハメパンチ？スライド？よくわかんないな。まあ以下デート誘わないし。たまには黒とかダークなネイルもしたい。うわ、めっちゃ似合うじゃん。お仕事だとそっち系じゃないから我慢。なるほどね。ちょっとギャルっぽくいかないといけないわけね。まあ地雷は絶対似合うタイプだよね。はい、いろんな情報来たね。他にも何か遊びには誘えないから。よし、デート行っちゃおうかな。格好もこれでいいか。一応ウルトラついてるし、流行りは3つ押さえてるしね。いつも遅れてんな。こっちもあんまり人のこと言えないけど。待たせてしまってすみません。いや、この前もね、
もうこれから気をつけるって言ってたよ。うわ、泣きそう、泣きそうになってる。大丈夫だよ。ありがとう。これからは気をつけます。はい、ということで、では行きましょうか。ん、まずは、うわ、胸元がセクシー、チョン、よし照れてる。見たよ、胸元見たよ。そうだよ、自分の中の可能性のかけらを見つけるのが上手だ。どんな、これは同じセリフかな。それいいと思うよ。オッケーオッケー。これは何なんだろうね、ときめき度上がってんのかな。グッズショップを見てみない、誘わない。グッズショップ見よう。グッズショップ賛成。あ、どんな優れものに出会えるか、いい笑顔。行きましょう。時々タメ語が出るときは本人もすごく乗り気なのかなっていうのが分かっていいね。ん？で、やっぱり、ああ今の笑顔の目をつつきたかったけど、やっぱり目だよね。おかしな目つきだ。よし。いや、あんたよあんた。ケベな目してました？バレました？オリジナルグッズが充実してますね。うわ、すごっ。証拠たくましい。見習わないといけません。1000円以上はしそうな。あれ？いや、確実に氷室くんのラッコがいるんだけど。あ、手前はクロワッサンで、ナナくんがいて、本田くんで、馬は運動部の彼だね。で、クマが若様かな。ってことは狼？コヨーテ？あれ何あれ、なんか狼にしては尻尾モフモフだね。え、ヒイラギくん、狼タイプなの？この冷静な表情の裏に隠してます？野獣を。へえ、証拠たくましい。見習わないといけません。いや、相当金かかってるよ、あのぬいぐるみは。これ買えんのかな、将来的に。部屋に飾れたりするかな。動物クッキー、うさ耳カチューシャ、わしの目サングラス。あー、うわ、これ乗ってくれそうな気もするけどな。いや、でも食い物あるからね。食い物好きでしょ。裏に英語が書いてあるのか。ん？あれ？これよくあるやつですね。あ、別にここのオリジナルじゃないみたいな。あ、やべ、やっべ、やっちゃった。ちょっと疲れました、ね、終わり？動物園終わり？こんな悲しいことある？マジで？ちょっと動物見に行こうよ。嘘でしょ？動物園にまつわるこんなに悲しいエピソード、ゾウの花子さん以来じゃない？マジかよ。大失敗デートなんですけど、動物園自体あんまり好きじゃないのかな。っていうか正解何よ。まあこれが大外れだったってことは、まあどっちでもよかったのかな。当たりと普通だよね。え、もうキスしろよ。すみません。すまん。それではここで。こっちこそすまん。失礼します。はい、失敗しました。久々の大失敗デート来たね。結構うまくやってたんだけどな。なんだかんだ乙女の鬼はどうなんだろう。みんなもっとデート誘ってんのかな。頻繁にめんどくさいんだよな、デートって。誘って日にち決めてって。こんにちは、こんにちはと言われても返すのがないよ。挨拶ありがとう。ん？あは、マリーからお返事来ると嬉しい。やっぱりこのグループ使ってよかった。ごめんね、特にここでの話題があったわけじゃなかったんだけど、おしゃべりしたくなっちゃって。マリーっていつもすぐお返事してくれるから、ついついメッセージ送りたくない。うわ、わかる。いつもありがとう。お花屋さんどうしよう。とりあえずヒカルと遊んでみようかな。
あ、なんか下がったな、どっちか。じゃあ、魅力が下がったか。今日はここまでだ。部活、寄り道、直帰、なんでもいいけど、気をつけろよ。はい。いや、ちょっと帰りに園芸部の畑に寄ってくれ。いや、ごめんなさい。やめたんですけど、確かに言ってなかった先生には。私が植えたミントがすごいことになってるんでしょ。いや困った。うん。やっぱな。ちょっと疲れてるんじゃないか。あ、本当に？そうかっけ。ストレスどうだったっけ。そんなことないけど。いい、深呼吸してみろ。はい。ふうふう。もう一回。こんな深呼吸の表現俺初めて見たかも。ふうはーじゃないの。植物の葉っぱには匂い袋があってな、虫は嫌がるが人にはリラックス効果があるんだ。そうなんだ。おお、なるほどね。あれだよね、なんかコーヒー豆のさ、カフェインも確か虫よけになってんだよね。匂い袋か。なんか森を歩いてると感じるのはあの辺の匂いなのかな。じゃあ確かにリラックス効果はあると思う。いつも一生懸命なお前はかっこいいけど、たまにはのんびりも必要だ。はい、ありがとう。よし、じゃあもう一回深呼吸してから帰れ。はい、スーフー。あれ、少し体が楽になったかも。先生のおかげだよね。これはなんだろう、固定イベントかな。ストレス値がなんか一定を超えたからちょっと救済がかかったとか、そういう可能性もある。あ、結構高いストレス値。あぶねえ。午前も頑張ったし、来た来た、大食いチャンス来た。何食う今日は。ねえねえ、行こう。やったー。いや、麻婆豆腐はマジで衝撃だったからな。先生っていつもいい匂いがするんだよね。まあちょっと普通だけど、なんていうんだっけ、ユーリンジーか。すごい量だけどね、やっぱり。なんか三影先生の話よくすんねえ、この二人ね。どう？マリーは感じない？匂いなんて嗅がないよ、そんな恥ずかしい。多分あれは植物の香り。想像だけど、お家で食用ハーブとか、お花を育てているんじゃないかな。いっぱい育ててるって言ってたよ。そう、だって香りが染みついているから。そうそう、近くにいつもあの匂いの元があるって感じだよね。結構好意的だね、この二人はね。三影先生のその裏の顔はあんまり興味ないのかな。怖いところをね、見せてないからさ、ちょっと不安なんだよ。あ、やべ、食事ちゃんと見るの忘れた。そしてこの景色は本田くんじゃない。マリーと遊ぶのって超楽しい。はい、超楽しい。いや、マジ髪ほどいてくんねえかな、たまには。またやったね。え？ははは？どういうこと？あ、今そうか。ヒカルと遊んでた？こんなんでも今まで出たことないけど。なんだろう、今の。なんかオールコンプリートみたいな感じだったかな。全部ピンポンだったからみたいな。お、またアルバイトだ。カフェ行きたい。カフェ行きたいけど、花屋も行きたい。いや、今月はもう服はこれでいいか。で、来月流行りが変わってから行こうかな、買い物はね。で、やめてみてもいいかな。本田くんとの関係切れちゃうのはちょっと困るけどな。今までせっかく育てたのに。まあでも育てたっつっても全然俺色には染まってくれてないんだよね。もう何でも自分でできちゃうからさ、自分の経験をもとに全てを決定してる感じがあって、あんまり頼ってもらえてる感じはしないよね。あと若干の細込みがある。
マッディなサイエンティストになったりするのかな。そういう意味ではやっぱり欠点がみんな見えてんだよね、他の人たちはね。まあ奈々くんは別にそんなに分かりやすいのはないけど、ちょっとガキっぽい、思ったよりガキっぽいぐらいかな。ちょっと氷室くん会いに行ってみようかな、花屋で。花屋以外でつては作れないのかな。毎度ありがとうございます、羽ばたき書房です。あ、店長が出たってことは大丈夫かな。そうですか。どうだろうね。白羽君の時はここで別れの挨拶したもんね。よし、ではでは記者活動行こうかな。まだ出てないよね今年度。あれ、おいお前ら、はい、俺が見えてんのかよ。出た、怖えやつ、マジで怖えやつ。来週の日曜は課外授業だ。お、いいねいいね。俺の顔見た。ちょっと行っとくか。ほう、じゃあ参加。でももう先生のあれだよね、親密度ゼロになっちゃったよね。あ、やべえ、日曜日予定入れちゃった。あ、そっか、もう買い物には行かないことにしたんだった。記者活動来ないかな。ん、どうかな。お、来たー。何について書こうかな。街を探索だ。なんだか向こうがにぎわってる。お、何ここ、どこだ。新しいオブジェ、イノコモチーフ？怖っ。全然なんか市民に愛されなそうだけど、綺麗だけどさ。イノコって、うわすげえ、キノコの中にない宇宙が。わあ綺麗。あのオブジェ触れると音が鳴るんだって。うんうん、しかもその音色で恋占いができるらしいよ。おうおうおう、なるほどなるほど、ホタルの住処的な場所なわけね。どこだろうこれ、ちょっと触ってみようかな。えい、ん、綺麗な音色、これは良い兆し。いや、どういうひらめき、全然そんな気しなかったけど。ここはデートスポットにぴったりだ。新スポット、鳩場。早速帰って記事にしよう。鳩場ってどこだろう、今まであったかな。できた、よしよしよし、進んだぞ。記者レベルはまだ2のままだよね。来たかな。羽ばたき師が誇る世界的アーティスト、世界的アーティスト大杉羽ばたき師。三原子、三原式って読むの。面白いね。見晴らしがいいっていう意味にも取れるし、三原色にも取れるし。彼の新作アートが臨海公園の鳩場に展示され、多くの人で賑わってる。このオブジェは風車の動力で様々な音が生まれるのですが、一緒に触れた人との相性を音色で表現してくれる。じゃあ、ホタルの住処は何がわかんだろう。あれも相性を教えてくれるんだと思ったけど。まあ、一回行ったけど、別に何もなかったね。はいはい。で、課外授業か。まあ、先生はもう、チョコレートも渡してないし。お、先生遅刻。まあ失敗してもまあいいかな。すみませんでした。勢いで乗り切る作戦失敗か。ん？かなかな。もう疲れたのか。そんな話はしてないよ。勢いで乗り切らないで。おーい、お前らチケットはあるか。何ここ、なんだっけここ。会員中は静かにな。映画館？イベントホールか。今月なんだっけ、落語じゃなかったっけ。返事はいいんだよ。
今回の課外授業は当たりだな。おお。ただで見れてラッキー。先生も好きなの落語。落語好き多すぎだな。なんだ。紙に触ったらさ、めちゃぶち切れんのかな。わしづかみにしてみる。おらって。ヤンキー見たけ、クロワッサン。絶対切れるよね。はい、調子に乗りすぎ。これはそう。ですよね。やべえ。あなたにやばい寄せ。ポップな内容なのかな。若い人にも親しみやすいって言ったからね。って言うんだ。うん、へえ。ここで掴まれました。先生の前髪も掴みました。全然わかんない。マジ先生のこと俺全然わかんないらしい。これはちょっとね、まだ浅いなって思われそうなんだけど、まあこれが一番正解だよね。まあでもこれもどうかな、頑張れよっていう話になるかな。前髪を掴みました。だろだろ。おいおれおれおれ、一気に会場がさ、おれおれ、楽しもうって感じで満ちたよな。やったね。ん、まあでもあれだよね、人の目を気にするからあんまりベタベタしちゃいけないってことだ。チラッとね、チラッ。寝癖じゃないからな。よしよし。怒んない、怒んないじゃん。やべ、やっぱムンズと掴んだのが失敗だったんだね。どうやってセットしてんだろう。とても勉強になりました。いやマジ髪の毛掴んだのがな、マジ失敗だったな。なんかちょっと仲良くなった気がする。よし、みんないるな。これで課外授業は終わり。気をつけて帰れよ。はーい。三影先生はお茶には誘わず一緒に帰りましょうぐらいにしといた方がいいかな。というわけで健康が罰なんだけど、ストレスをそろそろ下げないといけないのと、もうちょっと勉強もしとかないとな。芸術も上げないと、気配りも上げなきゃいけないんだよな。やば。運動は諦める。運動無理だな、ちょっと。おう。あ、やーちゃん、今帰るとこ。そうです。どうしたの。じゃあ途中まで一緒に帰る。うん、いいよいいよ。じゃあお茶して帰ろうよ。いいね。よしよしよし、これで断られたらぶん殴ってもいいよね。ところで本田くん、なになに。いいねいいね、このパターンはいいじゃん。やっと本田くんの話が聞ける。スポーツは苦手だってことは分かったんだよね。でも服装はアクティブが好き。それはでも関係ないのか。その生き物とかを実際の目で見たいみたいなことでアクティブなんだよね。動きやすいのがいいねって言ってたもんね。ってことで食べ物行くか。まさかの和菓子キャラ。好きな食べ物ってある？へえ。これね、ラーメンね、食えないんだよね。味はめっちゃ好きなんだけど、ラーメンを食うとね、もう9割9分口の中やけどすんだよね。まあ、食べ方が悪いって言われるんだけどさ、あの前歯の上の歯の裏の皮デロンデロンにむけるんだけど、なんでだろう。でも一回福島でね、喜多方ラーメンのね、美味しいお店行ったらね、マジでうまかった。びっくりした。なんてお店だったかな。なんかひらがな3文字のね、お店で、多分有名なとこだと思うけど、抜群にうまかった。特等だね。だから博多とね、札幌の三大ラーメンにも行ってみたいんだけどね。透明な塩も好きかな。俺、塩ラーメンって1回ぐらいしか食ったことないかも、お店では。まあめったに食わないからね、どうしても醤油か味噌か豚骨かっていう風になっちゃうな。煮干し、あごだしとか使った魚介系と、豚骨、
鳥柄の動物系のブレンドもいいんだ。うん、半田くんが言うと実験って感じ。そうそう、ラーメンは化学反応だよ、ケミストリー。もうやめて、お客さんいるんだ周りに。びっくりした、ノリが、ノリについていけねえ、やべえ。さて金曜日なので、ようやくだな、やべえ、今月俺バイト一切してないことになっちゃう。あれ？なんで？あ、今月はもう無理？あ、金曜日だからかな。何にもない。デートの予定を、ゴールデンウィークのデートの予定を全く入れておりません、私。やば、5日間に合うかな。あ、氷室くん、氷室くん、まだ花屋で会ってないんだけど。これから花屋で勤めるつもりだから。こちらは一番電話サービスです。待って待って、ちょっと待って、ご用の方はメッセージをどうぞ。え、これ休日流れちゃうのマジで困る。あ、これやってみたい。でも電話を切ったら、でも他の人にかけれるかな。5日にサーファーだから、体を動かすとこ行かない。やってです、聞いたら連絡ください。よし、あ、早っ。どうです？電話くれたでしょ。はい、電話番号出てたでしょ。予定があるから無理。パック、残念。要件はそれだけ。なんだよ。じゃあ5月1日になりました。いろいろ見たいけど、まずは、あ、やっぱりそうか、日曜じゃないとダメなんだね。花屋。あ、気まずい私がバイト先に現れますよ。花屋、それじゃあこちら。何曜つった？水金ね。で、予定が流れちゃった、インフォを読みましょう。フリマガール。お、ダーツ、ダーツ行きたかった。三原式秘蔵の須藤コレクション、どういうこと。これはどこで見れんだ。博物館、美術館ってあったっけ。だって、あれ、まだロングパンツだ。サングラス、サングラス持ってね。サングラス売ってるとこなんてあったっけ。ってことは、まあヘアアクセはもうつけなくてよくなったので、キックが上がるアイテムなんて俺持ってないしな。あ、あ、手袋はやばい。あー、ナチュラルとウルトラが星に来ましたけど、ナチュラルはあの組み合わせには確か入ってないんだよね。なんでこれはウルトラシックってことになりますか。メガネは持ってんだけどな。というわけで、あんまりね、進まなかった上に、ゴールデンウィークの予定を入れ忘れるという大失態を犯しましたが、まあ、次回でね、なんとか挽回しましょう。今日はここまでにします。どうもありがとう。バイバイ。